小川拓也は日本のプロボクサー。東京都墨田区出身。角美宝石ボクシングジム所属。ニックネームは内藤二世。第53代、第55代日本フライ級王者。第31代アップブフ東洋太平洋スーパーフライ級王者。入場曲は湘南の風、レフトライト名もなき足跡。ボクシングを始めたのは中学2年で。 その時は、江戸川区のジムに入門したが、一週間で大会。高校は、定時制に進むも2年で中退して就職した後、18歳で、宮田ジムに入門。2005年6月26日、リハ有明での斉藤継承戦でデビュー。10月10日、高楽園ホールでの WBC、世界フライ級タイトルマッチ、ポンサクレック・ウォンジョンカム VS、内藤大介の前座にて、 モテギコーヒロシと対戦。1回にプロ初のダウンを喫して、ピンチに陥るが、4回に相手を棒立ちにさせて、レフェリーストップとなり、逆転 TK を勝利。2006年9月28日、日高良に判定で初黒星。2007年1月24日、初の6回戦として、原田秀夫と対戦し、判定で下す。同年には、B 級。 トーナメントバンタム級優勝。2008年3月8日、両国国技館で開かれた、内藤大輔 VS、ポンサクレック・ボンジョンカムの世界戦の前座において、初の8回戦として、ヨックシット・サイト・オーンと対戦し、1回小勝利。9月28日、リファーリアケにて、初のメインエベンターかつ10回戦。アップブフ東洋太平洋、スーパーフライ級2位のリチャード・オリサに、 判定勝利。12月23日、両国国技館で開かれた、内藤大輔 VS、山口慎吾の世界戦ほか、三大タイトルマッチの前座で、ワンパデスック失敗東恩と対戦し、4回 TKO、勝利。2009年7月7日、前の試合で、内藤大輔の WBC 王座に挑戦した熊、朝タ田と対戦して3から0で、判定勝利。 この試合は TBS チャンネルで生中継され、この頃より内藤二世と呼ばれるようになる。また、この勝利で世界ランク入りとなった。11月29日、埼玉スーパーアリーナで開かれたダブル世界戦の前座として、モクルギラルアングレンスパンを一回戸で下す。2010年10月28日、河野公平が世界王座挑戦のため返上して、 空位となっていたアプブフ東洋太平洋スーパーフライ級王座を1位のダニーロペーニャで争う。3回にダウンを奪い、6回に偶然のバッティングで負傷判定となり、3から0の判定勝ちを収めて自身初の王座獲得。その後、世界王座挑戦のため防衛戦を行うことなく返上。2011年7月1日。 ソンクラー・ケンハートやイグンに乗り込み、ポンサクレック・ボンジョンカムが持つ、WBC 世界フライ級王座に挑戦。試合は8回に、左ストレート2発を浴びてぐらつき、最終12回には、ダウン寸前まで追い込まれた末に、最大8点差をつけられての12回判定負けで、世界初挑戦での王座獲得はならなかった。この試合は、海外で行われた。 世界戦としては近年では珍しく TBS の地上波で7月12日深夜に録画中継された。2012年1月26日、五十嵐俊幸が世界王座挑戦のため返上して空位となっていた日本フライ級王座を日本一位の池原茂村と争い、3から0の僅差判定勝ちを収めて王座を獲得した。2012年4月26日、 チャンピオンカーニバルの一戦として、林徹馬を相手に初防衛戦を行い、3から0の判定勝ちで初防衛に成功した。2012年10月31日、山口啓太を9回 TKO で退け、2度目の防衛に成功。この試合は日本ボクシング開発となるネット性中継が実施された。3度目の防衛戦は2013年2月27日に、 チャンピオンカーニバルの一戦として、池原シュベルソンとのリマッチ。2回にダウンを奪われるも徐々に巻き返し、10回に右ストレートでダウンを奪ったところで、レフェリーストップ、TKO 勝利で防衛成功。2013年12月10日、4度目の防衛戦を村中優相手に行う。手数を増やして攻めるものの、右フックを浴びて3回にダウンを奪われ、 1>, 1から2判定で敗れ王座陥落となった。2014年3月4日、ナコオンラーチャシーマーケンに乗り込み、WBA 世界フライ級暫定王者洋文コン、王戦テープに挑戦するが、0から2判定で王座獲得に失敗した。2014年10月10日、後楽園ホールで、久高博之と対戦し、3から0の判定勝ちを収め再起に成功した。 2015年4月27日、日本フライ級1位にランクインした。2015年7月17日、村中優の王座剥奪に伴い日本フライ級2位の斎藤博樹と日本フライ級王座決定戦を行い、10回3から例の判定勝ちを収め、日本王座への帰り咲きに成功した。8月5日、東日本ボクシングの2015年7月度月間間投賞に、 選出された。二千十五年十一月五日、高楽園ホールで行われた弾丸四十四で、林通馬と対戦し、十回三から零の判定勝ちを収め初防衛に成功した。二千十六年三月十八日、高楽園ホールで行われた弾丸五十七で、元日本ライトフライ級王者で、日本フライ級一位の黒田正幸と対戦し、十回、 三から零の判定勝ちを収め二度目の防衛に成功した。2016年7月15日、高楽園ホールで行われた弾丸163で日本フライ級7位の大竹精子と対戦し、10回、三から零の判定勝ちを収め三度目の防衛に成功した。2016年10月25日、高楽園ホールで行われた弾丸168、 トゥモローズチャンピオン32で日本フライ級4位の荒井雄大と対戦し10回3から0の判定勝ちを収め4度目の防衛に成功した2017年6月13日高楽園ホールで行われた弾丸185で暫定王者の黒田正幸と王座統一戦を行い10回1から2の判定負けを喫し王座統一に失敗1年11 二ヶ月保持していた正規王座は暫定王座に吸収される形で消滅した。2017年12月11日、後楽園ホールで行われた弾丸203で藤本直人と5 3 0ラム契約8回戦を行い、8回3から0の判定勝ちを収め再起に成功した。2018年7月27日、後楽園ホールで行われた ガッツファイティング弾丸214で、坂下優ともとスーパーフライ級八回戦を行い、1から1の判定で引き分けとなった。2018年12月7日付で、角江美宝石ジムに移籍した。2019年5月8日、後楽園ホールで、渡辺秀幸とフライ級八回戦を行い、八回判定、2から1で判定勝ちを収め、移籍初戦を勝利で飾った。 2019年8月23日、高楽園ホールで、アップブフ東予太平洋フライ級王者で、WBC フライ級15位の JR ラクイネルと対戦、1回にダウンを奪うも、8回にラクイネルの左を食らって、ダウンを奪われ主審が、即ストップ、8回57秒 TKO 負けを喫し、王座獲得に失敗した。試合後は、短歌での退場となった。 小川にとっては、プロで、初めての小負けとなった。2020年10月14日、後楽園ホールで、日本ライトフライ級6位の山口隼人と対戦し、6回1分39秒、TKO 勝ちを収めた。2021年3月24日、後楽園ホールで、日本フライ級6位の小坂俊と対戦し、8回3から0で判定勝ちを収めた。ありがとうございます。